何か聞こえる。ここだ。この向こうにリアラがいる。フォルトナが完全な形で降臨すれば、その瞬間私たちの役目も終わる。でも悲しむことは何もない。その時こそ全ての人々が神の愛に満たされる瞬間なのだから。神の愛に満たされた世界、苦痛や悩みなどとは無縁の完全なる世界、これこそが救いのあるべき姿。おかしな話だ。神の御使いであるお前が誰かにすがるとは。お前が求めているのは共に歩み助けてくれる英雄か、それとも。わからない。その先には悲劇しか待っていないというのに、それでもなお求めるというのか。カイルは来ないわ。そうよ、来るはずなんてない。だって私はあの時。案ずるなリアラ、お前の果たせなかった願いは神が果たしてくれる。お前の苦しみもまた全て消え去る。時は満ちれり。大いなる神の御霊をここに、そして人々に永遠の幸福を。リアラ！カイル！彼もまたお前と同じように悲劇を求めるというわけか。なんと愚かしい。諦めろ。お前たちの努力は無駄に終わる。リアラを離せ！全ての人々の幸福を無視してもあくまで逆らうというのか。ならば容赦はしない。よし、行くぜ。決める。フラッシュバイク。愚かな。エルタレイ、人は神エアプレッシャー。ストライク。愚かな。その先に待つのは悲しみだけなのに。まあいい、すでに次の手は打ってある。今度こそ完全なる世界を。引いたか、リアラ。よかった、間に合って。リアラにもしものことがあったら俺。どうして。え、もう来てくれないって思ってた。あんなひどいこと言ったんだもの、嫌われて当然だって思ってた。それなのに、どうして帰る。あなたはどうして私のことを。言ったろ、リアラに初めて会った時、君が探してる英雄はこの俺なんだって。英雄は困ってる女の子を助けるもんだからね。どんなことがあろうと必ず。帰る。あれ、違うの、カイル。私、悲しくなんてない。悲しくなんてないのに。リアラ。私の。
ルレインを追いかけるんだ。ええ、帰る。カイルさん。フィリアさん。研究用に保管していたレンズが全てなくなっているんです。何か知りませんか？レンズがない。なんだ。逃げ足の速いやつだ。まさかレンズは飛行竜に。あのカイルさん、これは一体。多分ですけど、エルレインがレンズを持って逃げたんです。え、神を降臨させるためレンズの力を使うつもりなんです。そんな、彼女はそんな人では。信じてもらえないかもしれないけど、俺たち嘘はついてません。それじゃあフィリアさん。待ってください。これをきっと何かの役に立つはずです。目に見えないもの、知覚できないものを探知する道具です。これを使えば普段は見落としていたものを見つけられるようになります。フィリアさん、あなた方の瞳は嘘を言ってなかった。だから信じます。ありがとうフィリアさん。それじゃあ俺たち行きます。早くイクシホスラーに乗り込め。飛行竜を追うぞ。着いたのはいいけどよ、これからどうするんだ。レンズを奪還したとしても持ち出せる量じゃない。飛行竜の動力を止めて墜落させ海に沈めるしかないな。マジかよ。動力室へ行くぞ。こっちだ。くそ、遅かったか。こんなもの。いや、おそらく無駄だろう。飛行竜は限りなく生き物に近い機械だ。これを壊してもすぐに再生する。じゃあどうすればいいの？飛行竜の体内にある制御装置を破壊するんだ。全て壊せばこのロックも解除されるだろう。カイル、さっきフィリアからもらったソーサラースコープがあるな。それを使って制御装置を見つけるんだ。使うときは L2 ボタンだ。だがソーサラーリング以上にレンズを消費する。気をつけろよ。分かった。それとおそらくだが、この飛行竜はカルビオラに向かっている。聖地か。そこで神様の降臨をやり直そうってわけだね。うかうかしていると奴の目的地に到着してしまう。時間はあまりないぞ。分かった。急いで探そう。来たか。通行な理念を理解できぬ哀れなる者たちよ。はいはい、勝手に哀れんでてよ。けどレンズは使わせないよ。素直にそこをどけ。邪魔立てするならば。キュッ。ディアラ様、本当によろしいのか。神の救いを拒絶する者たちと行動すること、とても聖女のすることとは思えません。私の求めていた英雄はカイルだった。だからたとえどんな結果になろうと彼と共に歩むわ。
決めたの。リアラ、あなたはエルレイン様とは違いすぎる。そんなことでは救いはもたらせはしない。ベラベラ喋るのは勝手だがな、そろそろどかねえと痛い目見るぜ。あくまで飛行竜を止めるつもりか。ならばお前たちの相手はこのグラシャラボラスで十分だ。おいおい、そんなのありかよ。なんだい、腰が引けてるよ。痛い目見せるんじゃなかったのかい。無駄口はそこまでにしろ。来るぞ。よし、行くぜ。まだまだ、これからだ。なんだ。レンズの力を失って飛行竜が降下を始めたんだ。ああ、なるほどな。って冷静に言ってる場合かよ。とっととずらかるぞ。ところだったな。でも結局レンズは取り返せなかったね。他に方法がなかったんだ。仕方あるまい。おい、俺たちも巻き込まれちまうぞ。何やってんだジューダス、逃げろ。そう、出力が上がらない。どうなってるんだ。ダメだ、間に合わねえ。大丈夫？リアラ、怪我はない？私は平気。それよりみんなは？どうやら生きてるらしいな。いや、今度ばかりは一瞬覚悟を決めたぜ。よく言うよ。殺したって死なないような顔してさ。ま、それだけ悪運が強いってことだね。助かったのはいいが、僕たちをどこへ連れてきたんだ、リアラ。わからないの、私にも。ただ、みんなを安全なところへって、そう念じただけだから。でも、あの空間の歪みは、もしかして、嫌な予感がするわ。早くここを出ましょう。そうだね。とにかく、外へ出よう。開けたところに出たけど、ここはどこなんだろう。どこだとしても薄暗い洞窟の中にいるよりはよっぽどマシだよ。気分までめいっちまうからね。あら、どうしたんだいロニー。おい、ありゃなんだ。え、あれがあるんだよ。18年前にスタンさんたちがぶっ壊したはずだろ。じゃあここは過去なの。そんなはずない。だって時間を飛んだりはしなかったもの。過去へも未来へも。だとするとここは現代ということか。そんなわけないだろうが。あれが浮いてるってことは。さっきの光を見ただろう。あれはレンズの光だ。ベルクラントのものじゃない。
おそらくな、あのドームに何らかのエネルギーを供給しているんだ。ダイクロクトは過去2度歴史に登場しているが、そのどちらでも地上のエネルギー供給などはしたことがないはずだ。エルレイン、え、まさかエルレインがあれを。おそらくはな。おい、どういうことだよ、説明しろジューダス。間違いなくここは現代なんだ。ただしエルレインの手によって都合よく作り変えられたな。そんなことができるわ。だってエルレインは過去に飛べるんですもの。過去を変えれば未来も変わる。世界を変えることだってできるわ。とにかくあそこへ行ってみよう。何かわかるかもしれない。なるほど、そうか、わかったぜ、この世界のからくりが。本当ロニー？ああ、こいつは夢だ。しかもこのチャランポランサから言って、こいつはカイルの夢に違いない。ということで起きろこの野郎。待って、俺は起きてるよ。違う、お前は起きてる夢を見てるんだ。ゲゲ、そうだったのか。バカ二人はほっといて町を探すぞ。あんなもんが空に浮かんでたら影になる場所じゃ洗濯物もろくに乾きゃしないね。でもそれ以上日焼けしなくても済むじゃねえか。余計なお世話だよ。あんたこそこの機会に日射病でやられた頭を直しな。なんだと？何さ。行くぞバカコンビ。こんなやつと一緒にするな。エルレイン、あなたは一体何を。リアラ、あんまり考え込まない方がいいよ。こういう時は大きく深呼吸して心の中を空っぽにするんだ。心の中を空っぽに？そう、何にも考えないで、ただひたすら心の中を空っぽに。ちょっとカイル、どうしたの？いきなりもたれかかってくるなんて。ねえカイル？どうやら眠ってるみたいだね。心も頭も空っぽにしすぎだっつーの。あんなでかいものがよく落ちずに浮かんでられるな。そんな大口開けて空ばっかり見上げてっと、そのうちすっ転ぶぞ。いくらなんでもそこまでドジじゃ。あいで。いい意味でも悪い意味でも期待を裏切らない男だな。あのドームは町だったのか。まるででっかいレンズに町全体が覆われてるみたいだぜ。本当だ、すごいや。それにしてもこの気密性の高さはどうだ。外界から空気が入るのを完全に防ぐよう設計されている。どうしてそこまでする必要があるのさ。確かに外は荒れた世界だけど生きてけないってほどじゃないのに。何らかの理由で外界と遮断せざるを得ないといったところだな。あんたら外から来たのかい。大丈夫か、レンズはどうしたんだ。あんたこそなんで頭にレンズなんか貼り付けてるんだ。なんでって、外気に触れたせいで頭がやられちまったのか。こりゃ大変だ。何言ってんだよ、俺たちは別に。どうやらそうらしい。何も思い出せないんだ。ジューダス！いいから黙ってよ。この方が情報を手に入れやすい。すまないが教えてもらえないか。レンズのことやこの町のことを。わかった。困った時はお互い様だからな。ここは蒼天都市バンジェロって町さ。で、あんたたちがなくしちまったのは命のレンズって呼ばれてる。この命のレンズがあればこそ、人は汚染された外気に触れても生きることができるんだ。慈悲深きエルレイン様はドームの中でしか生きられなかった我々に希望の光を与えてくださったんだ。エルレインが？ああ、エルレイン様のことは覚えているんだね。よかった。何せエルレイン様は我らにこのドームと生きるための力を与えてくださる大事な方だからね。そんな、
あんたたちとりあえずフォルトゥナ診断の方たちに話をしてみなよ。フォルトゥナ診断？ああ、フォルトゥナ診断ってのはエルレイン様を支える人たちの集まりのことさ。みんな優しい方ばかりだから、きっと親身になって相談に乗ってくれるよ。わかった、ありがとう。確かにここは僕たちのいた世界だ。エルレインという名前がそれを証明している。にしたってこの変わりようはただごとじゃないよ。命のレンズとやらもドームもそうだが、まるでエルレインがこの世界を支配しているみたいじゃねえか。相当大掛かりな歴史改変が行われたらしいな。一体何が起こったんだ。何が原因でこんな世界になったのか、もう少し情報を集める必要があるな。何が原因ってエルレインじゃないの？そんなことは分かってる。重要なのはそのエルレインがいつどこで何をしたかってことだ。それが分からなければ手の打ちようもない。ちょうどいいや、ここでちょっと休んでこう。俺はどうしても下せねえな。こんなに世界を変えちまうなんて本当にできることなのか？それに関して一つ気づいたことがある。ここのドームは建てられてから相当時間が経っている。最低でも100年単位だ。つまりこんな世界に変わったのは随分昔からってことね。おそらくかなり前の歴史をいじったからこそドームも古いし、これだけ様変わりしているのだろう。じゃあさ、どこら辺で歴史が変わったの？そこまでは僕にもわからない。それを調べるためにも別の町に行く必要がありそうだな。よし、それじゃあ別の町でもっと情報を集めよう。あの人たちは外気が汚染されてるって言ってたけど、俺たち別になんともないよね。おそらく彼らはずっと滅菌されたところで暮らしているせいで免疫力が低下してるんだろう。免疫力？何それ？免疫力というのはつまりだな。こいつには説明するだけ無駄だって。いいから俺に任せとけ。なあカイル、お前泥水の中を平気で歩けるか？うん、全然平気だよ。お前はもともと汚れてるから平気なんだよ。けど下ろしたてのドレスを着た女は泥水の中に入りたがらねえだろう。やつらはみんなそのドレス着た女と同じってことだ。げえ、あいつらみんな女だったの？お前の言う通り説明するだけ無駄だったな。しかしムカつくなあの空。あいつ何ぼやいてるんだい？ほら、ヒューゴやリオンってやつらが世界を滅ぼそうとしただろ。あの時も空にあのダイクロフトってやつが浮かんでたらしいんだ。ロニはあの戦いで家族を亡くしちゃったから。そんなこと気にするなんてあいつらしくないね。ちょっとカツを入れてやらないとね。あ、ちょっとナナリ。いきなり何しやがったこの男女。誰が男女だってこのドスケベが。街にはレンズ人間、空にはダイクロフトな。あ、やっぱこれって夢じゃねえのか？夢？ああ、現実世界の俺は今頃美女に囲まれてウハウハ気分で夢見心地なんじゃねえか？いや、そうだ、そうに違いない。夢かどうか私が試してやるよ。いてっ！な、現実だろ？お前、そういうのは普通関節技とかじゃなくてほっぺを優しくつねるとか。バカー！そこは！いやー！さあみんな、飯だよ。うひょー！待ってました！こういう時だからこそしっかり栄養をとっておかないとね。こら帰る！年長者の俺が先だ。あら、あんたレディーファーストって言葉を知らないのかい？何がレディーだ。そういうことはな、レディーになってから言え。そっちこそ大して役に立たないくせに、こういう時だけ年長者面されてもね。だと？何さ。やめなよ、二人とも。
人参とピーマンは避けてくれないか。ああ、量はそれぐらいでいい。どうした？早く食べないとなくなるぞ。ソーディアンチームの活躍した天地戦争時代、父さんたちが頑張ったあの戦い、英雄たちがいた時代には必ずあのダイクロフトが空に浮かんでたんだよな。ってことはこのまま行けば俺も英雄に。前にも言ったはずだ。英雄とは過去の功績に対して人々から贈られる称号であって、自らなろうとするものではない。ましてやなりたいと思ってなれるものでもないと。英雄になりたければまず目の前の問題を解決しろ。ああ、もう分かってるよ。ちょっといい気分に浸ろうと思ってただけじゃないか。俺だって今はそう簡単に英雄になれるなんて。カイルは英雄よ。え？カイルは私の英雄。それは間違いないことだもの。だから私は何が起ころうとカイルについていくって決めたの。たとえどんな結果になろうと。